めっちゃ久しぶりに超久しぶりにインスタライブお疲れ様です。なんか洗い物とかしてたらもう気づいたらこんな時間になってしまいました。どうもです。あーなんかいろんなブラジルからとか、いや久しぶりにスタライ、そうなの、ちょっとフィルターかけております。もう朝からもうボロボロ祭りでちょっとフィルターかかっております。暗いって書いてます、すいません。いや嬉しいですね、そんな可愛いとか言っていただいて、ありがとうございます。こんばんは。いやもうちょっと寒すぎてここ最近大変です、乾燥との戦いと、はい、もう10時、気づいたら10時ということで、本日自宅のレコーディングブースからめっちゃ雪降った。うわすごいね。うちのスタッフも明日北海道行くとか言ってまして、飛行機飛ぶんかなっていう話をしておりました。あもう早速なんか今回のライブは大阪2日だけですかとかいただいております。いや私も言いました、スタッフに。それは今年のツアーはもっと大阪もう10公演ぐらいやりたいみたいなことをやったんですけど、ちょっと今回はこういう感じで、はい、北海道は来ちゃダメ、すごい吹雪だからって書いてますね。ありがとうございますね。今回はい、そろそろどうでしょう、いいですかね。はい、昨日です。あツアー少ないってわかる、もっと回りたかったんですけど何ちょっと上のぬいぐるみを直したくなるすいません、ちょっとですか、いいですか、はいはい、今回ですね、今回ですね、もう販売というか抽選会が、来てますかね皆さん、はい、ありがとうございます。はい、来年の4月のですね、何日からだったっけな、28日から、あ、間違えました。4月の20日からですね、福岡を皮切りにですね、ツアーを、今年もさせていただくということでございまして、ただいま、ダブル会員様、甲田組というですね、音量何ちっちゃい大きい、私の声が大きい。いや、私声大きいんですよ。大丈夫ですか、はい、今年の、いいですか今年の、2024年の、はい、すいません、私の携帯がちょっと大きくなってました、すいません。はい、今年のですね、2024年の4月の、20日からですね、福岡、音声が、何だ、すごい音声言われてんだけど、聞こえやすいよ、大丈夫。あ、大丈夫ですか、はい、行かせていただきます。というわけでございまして、今年の、2024年の4月の20日からですね、福岡を皮切りで、今回ですね、ツアーに回らせていただきます。9月、何日ぐらいまでだったっけ、まあ、9月まで。16日まで、ですね、ちょっと4月から9月まで、ツアーに回らせていただくんですが、ちょっと、昨日、甲田組というですね、ファンクラブ KK アプリというファンクラブがありまして、その甲田組が、まあ、解放誌が送られてくるようなファンクラブで、でもう一つの、KK アプリっていうのがですね、モバイルの、ファンクラブになるんですが、そちらの方で、まあ、月に、まあ、何回か、生配信なんか しまして、なんかあーだこーだ喋っているんですけれども、まあ、いろいろ
こう実はですね昨日まあ、こういうのはどうですかみたいなのをいただきまして、23日から、ダブル会員の方ファンクラブ両方に入っている方からまず先行抽選会ということでチケットの、発売をさせていただいてるんですがちょっと2点ほど変更させていただきたいなという、ことがありまして、実は今日配信させていただいております。まずですね、まあ、コーダー組のファンの方はたくさん、家族で遊びに来てくださる方が多いというところで、まあ、私自身もライブやらせてもらってて、やっぱり愛する人と、ライブに来てもらいたいということで、昔から、お子様であったりとか家族の方を、まあ大切にしたいということがありまして、たんです。まあそうしたらですね、5人家族の、ファミリーがいらっしゃいまして、その KK アプリの中で5人で5連で、チケットを手にしたかったんだけど今回4連までしか、チケットが、一度にですね4枚しかチケットが買えない、ちょっとこうシステムになってるんですが、急遽ですね、明日にちょっとシステムの関係上明日にはなってしまうのですが明日中にですね、6連までチケットを、手に取れるように、させていただくことに、決定いたしましたというわけでございまして、まあ割と本当にね、もうさっきも今、親子3世代で行ってるよなんていうメッセージもいただいておりますが、お母さん、おばあちゃん、例えば旦那さん、お子さんとか言っていくと、確かに、ね、5人で座りたいのにとか、6人での友達で行きたいのにっていう方がいらっしゃるのに、まあ、なぜ4枚までしかダメなんだみたいなところもありまして、まあちょっと大体の、アーティストさんは割と4枚の連番でやられてるということで、まあ平均を取ってそうしてたんですが、特に倖田來未の、ファンの皆さんはですね、まあご家族で来てくださる方もたくさんいらっしゃるということで、急遽ですね、明日中にですね、皆さんに変更メール、チケット、6枚まで、に変更できる人がいるよと、6枚にしたい、方は、まあ、今チケットをお願いしている分をキャンセルしていただいて、明日にですね、もう一度立ち上がる方のサイトの方で、6連の、やつで申し込んでいただけたらですね、1月、ね、28日までこのダブル会員さんがチケットを、抽選というかさせて早いもん勝ちとかではないので一度28日で締めになりますので今、本当は5人で行きたかったのに4で取ったっていう方はそれをキャンセル、していただいて、もう一回取り直していただいても特に抽選になりますんで早く予約すればチケットがどうこうなるとかっていうのはなかったりしますので、まあ、気にせずですね、皆さんぜひですねチケット変更していただけたらなと思います。そしてもう一つ、変更がございます。最近ですね、近年ですね、3歳以上のお子様は有料にさせていただいてたのですが、今回のツアーはですね、未就学児の、お子様は無料とさせていただきたいと思います。はい、というわけでございまして、倖田來未の、ライブって、まあ、基本的に0歳から、鑑賞していただけるんですけれども、まあいろいろまあ2000、まあいろいろね、まあ、今までは3歳、去年とかは3歳以上の方は有料だったりとかしたんですけど、まあ、まあ、近年ですね、まあ、いろいろ円安が続いていたり、価格高
等っていうんですかね、だんだん値段がいろいろ上がってきて、まあ、2019年以降はですね、実は、3歳以上の方は有料とさせていただいてたんですが、まあ、今回この件で、まあ、スタッフの皆さんと話させていただきまして、私自身やっぱりこう皆さん、まあ、ご家族持ってる方だったりもいらっしゃると思うんですが、やっぱり小さいうちから生の、ライブ、生のエンターテインメントっていうものをやっぱり触れていってほしいなと、体感していってほしいなと、いうふうに思っていまして、まあ私もそうなんですけど、まあ子供を持つようになってね、やっぱまあ昔から掲げている、やっぱ大切な人と、やっぱ大好きな人と、愛する人とライブに来てほしいっていうことをいつも掲げておりまして、まあそういう中で、やっぱこう、ライブを、お子さんだったり大切な人と過ごしていただきたいっていうこともあって、どうしても、まあ、小さいうちから生の、DVD やブルーレイではなく生で、皆さんにはライブっていうのを体感していただきたい、エンターテインメントに触れていただきたい、そういう思いが、募ったっていうのがありまして、まあ、その話を昨日配信終わった後に、スタッフのみんなと話させていただきまして、今回、未就学児、要は保育園ですね、小学校以上は有料になるんですが、席がいらないよという方はお母さんの膝で見ていただけるのであれば、未就学児の幼稚園の方たち、6歳以下ですかね、の方は、無料で、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。まあ昔から倖田來未のライブっていうのはヘッドホンを無料で、小さいお子様には、貸し出ししているんですけれども、まあ、大きい音だったりするので、まあ、そういう方たちにはヘッドホンしたりとか、それこそね、ちっちゃいお子様なんか抱っこ紐で抱っこしながら見てらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますが、ぜひですね、お子様と一緒に、大切な方と一緒にですね、一人でも多くの方に、倖田來未のライブを楽しんでいただけたら嬉しいなと、思って今回、こんな変更させていただきます。まあ、いろいろね、まあ、ライブなので、私自身の、まあ、もちろんステージ上は、私たちで、こう、プロフェッショナルなメンバーでですね、ライブを、作り上げていきたいと思っていますし、小さいお子様にも、楽しんでいただきたいと思うんですが、まあ、いろいろね、やっぱ、人間なんで、赤ちゃんだったりするんで、やっぱ泣いてしまったりとか、よく私のライブ中にもありまして、私が、とか言ってたら、なんか、ギャーとか言って、なんか言う、お子ちゃまもたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、もしね、ライブ中だったりとか、お子様が泣いてしまったりとか、するのは当たり前だと思うんですけれども、もしも、まあ、泣いてしまったりしたら、まあ、席を立ってですね、ロビーの方で、に立っていただくとかして、まあ、ステージの外のこう客席では、まあ、皆さんが楽しく、ライブを楽しんでいただけるような空間作りっていうのができたらいいなと思いますので、ぜひですね、ちょっともしちっちゃいお子様が泣いてしまった場合には、席を立っていただくとか、ちょっとご配慮いただけたら嬉しいなと思っております。まあ、それこそ、まあ、この場を借りて言うのはちょっともしかしたらあれなんですけど、こう、まあ、去年やったら1日2公演ライブをやらせていただいたりとかしていたりとか、あと、まあ、まあ、それこそ、まあ、今年チケット代がちょっと、値段が上がってるんですけれども、やっぱりいろいろこう、ルールとかが、まあ、いろいろ変わってきたりとかしまして、まあ、まあ、今年はベストシングルツアーということを掲げておりまして、シングル曲をたくさんやらせていただくっていうのもございますので、それこそ、まあ、バンドの皆さんも今年はですね、いらっしゃったり、もちろん、ダンサーのみんなもいたり、言ってくれたりするんですけど、まあ、いろいろこう、まあ、スタッフ含めダンサーもそうですけれども、やっぱり、まあ、体のメンテナンスをしっかりしてですね、まあ、クオリティを落とさないライブを、やるためにも、こういう、ちょっとチケット代を値段を上げさせていただいたりとかしてるんですが、やっぱり大事なね、皆さんの、お金をいただいて、チケット代をいただいて、ライブをやらせていただきますので、まあ、本当、
去年よりも最高のライブを、倖田來未やってるなと、素晴らしかったと思っていただけるようなライブを作っていくためにもですね、まあ、今もう絶賛毎日、打ち合わせをしているんですが、ツアーに向けて、準備している、状態でございます。なのでぜひですね皆さん、一人でも多くの方がハッピーになっていただけるようなライブになればいいななんて思っております。というわけでございまして、まあ、急遽ちょっと皆さんにちょっとご報告したいこの2点、を報告する、インスタライブでございました。一つ目は、今まで4連のチケットしか購入できなかったのが6連に、6枚同時に、購入できるようになりました。特にキャンセルフィーとかかかりませんので、ぜひですね、もし本当は5が良かった6が良かったって方はぜひ今からキャンセルをすぐしていただいて、28日、までにですね、まあ、抽選ファンクラブ、先行でやらせていただいて、ダブル会員先行でやらせていただいてますので、もう一回チケットを、取り直していただいて、そこから抽選をさせていただきます。早い者勝ちとかじゃなくて抽選になりますので、特にここでリセットかけたからって関係ないです。ぜひですね、好きな人数で、連番で盛り上がっていただけたら嬉しいなと思います。もう一つは、未就学児、小学生以下、小学生に上がっていないお子様はですね、膝の上であれば、お母さんのお膝とか、であればですね、皆さん無料にさせていただきますので、ぜひですね、そちらの方も、ぜひですね、チェックしていただけたら嬉しいなと思います。もちろん、座席が欲しいよっていう方は、ぜひですね、座席代みたいなものがいりますので、ぜひですね、そこはチケットを用意していただきたいんですが、一緒に抱っこしてみるよとか、お膝に乗っけてみるよなんて方は、ぜひですね、お膝の上でお母さんとお父さんと一緒に、おばあちゃんと一緒に、おじいちゃんと一緒に、お姉ちゃんと一緒に、楽しんでいただけたらなと思います。今年のツアーはですね、まあ、シングルツアー先ほども言いましたが、今セットリストがほぼ固まりつつあるんですが、まあ、よくよくテレビとかで見た倖田來未のあの曲っていうのがもう目白押しとなったセットリストとなっております。なので、多分知らん曲、全曲知らんかったわとは絶対言われない、そんな、セットリストになっております。でございまして、まあ、1月の20日28日までダブル会員様でございますのチケット抽選になっております。その後からですね、倖田來未、KK アップ、そこから一般とつながっていきます。なので、またですね随時一般発売に関してはご連絡させていただきたいなと思っております。まあ、ツアーは4月の20日から、福岡を皮切りに行わさせていただきますので、ぜひ生クーちゃん生で体感していただけたらなと思います。おちびちゃんもたくさんお持ちしておりますので、ぜひ会いに来ていただけたらなと思います。急遽倖田來未インスタライブでした。ありがとうございました。